エンジョイパチンコライフ。セブンナー。ピーマット TV ご覧の皆さん、こんにちは、マーサです。今日は東京都世田谷区にございますワールド千歳烏山店さんに来てます。今日は景品獲得バラエティダッシュマンの撮影ということで、今日のダッシュマンは1時間500枚のルールとなってます。出たコインを、景品に交換して皆様にプレゼントする番組となってますので、今日もねたくさん景品をゲットして帰りたいと思います。でね、最後にねダッシュマンをやった時はすごかったの。北斗の剣でね、すごいたくさんコインを出して景品でドーンとね、ドーンドーンドーンと取れたので、あ、でも前回あれだ、3時間のルールだったんだ。今日は1時間しかないけど、ちょっとね頑張ってみたいと思いますので、画面の前のみんないつも通り応援よろしくお願いします。それでは早速店内に入って、まずは景品コーナー見に行ってきましょう。行ってきます。はい、それでは景品コーナー見ていきましょう。ワールドさんは景品の、あ、景品カウンターの周りに景品がねパーってたくさんあるんですけど、あ、早速ちょっと今日の狙い目をね私見つけちゃった。ディーゼルの腕時計があるよ、20スロ500枚。そう、私ねディーゼルねブランドですごい好きなんですよね。ディーゼルの腕時計と、あとこれ、あ、キットソンの腕時計もあるよ、すごい可愛い。ちょっとこれ持っても大丈夫かな。ほらピンクのすごい可愛いね。あ、でもキットソンの腕時計はでも女の子しかできないから、やっぱディーゼルの方がいいのかな、腕時計狙うんだったらね。こっちはなんかね、なんだろう、ランタン、あの防災用品が置いてあるのかなね。まあでもせっかくだからこの時計を狙いたいな。あ、これ何枚だろう、67枚。すごい可愛い、リラックマのロールクッション。そうだね、少ない枚数になっちゃったらこのリラックマのロールクッションでもいいなね。すごいか、私ねクマのキャラクターがすごい好きなんですよ。あ、全然関係ないけど、ほらファンファもいるよそう、ファンファの大ファンなんですよ私。よし、決めた。今日の目標は第一希望がこのディーゼルの腕時計500枚。それで目標枚数に届かなかったらこの67枚、20ソロだとこのリラックマのロールクッション、これすごく可愛いから、じゃあこの辺りを狙っていきたいと思います。頑張ります。はい、それでは実践する機種選んでいきましょう。まずは1回4パチのコーナーなんですけど、あ、すごいよ、ほらスーパー海物語 in 沖縄3のコーナーなんですけど、もうほらワンボックス全部も空き台がないくらい稼働してるんですよね。まあこれは打てないね、諦めようということで、あ、隣の島に行ってみましょう。あ、隣も海のコーナーなんですね。デラックス海物語コーナーがあって、あ、奥はほら花のケージの新しいやつ、シアの花のケージ竜があるんですね。あ、開いてなさそうな感じ、開いてないね、満台です。で、この新しいケージ ST で299分の1、約そうだから1時間しか時間がないダッシュマンでなら打ってもいいかなって感じはねしますよね。で、こっちが沖縄 in 沖縄3のゆうぱちバージョンだ。こっちも満席だ、すごい。あ、こっちはワンワンパラダイスイン沖縄だ。あ、こっちもあるけど、あ、ダメだ、やっぱり開いてないってことで、ちょっと1階の4パチコーナーを諦めて2階の4パチコーナーに行ってみましょう。はい、ということで2階の4パチフロアに来ました。で、早速ね、あのパチンコの最新台のルパン三世があるんですけどね、もう大人気で満台です。これね、すっごい大好きなんですよね、この新しいルパン、すごい楽しい。でも残念ながら開いてないです。ね、すごいね、めちゃくちゃワールドさん稼働がいい。で、こっちはセイントセイヤだ、セイントセイヤのマックスタイプも満台、残念。
ね、すごい稼働がいいよ。あ、寝台でガロファイナルのライトミドルがあるよ。これちょっと良くない？ね、いいね。はい、4階のスロットコーナーに行く前に3階が1パチのコーナーなんですけど、1パチのコーナーもすごいですよ、稼働が。ね、もうぐるっと見たんですけど、1パチも空き台がゼロ。ね、すごい盛り上がってる。ね、いい感じだね。ということで、じゃあ4階行ってみましょう、スロットコーナーね。ということで、4階のスロットコーナーに来ました。早速台見ていきましょう。あ、まず目の前が最新台のコーナーになってるんですけど、テイルズ・オブ・デスティニー2と、あとタイガーマスクだね。タイガーマスクはもうほぼ埋まってるのかな。1台だけ空いてるけどね。あ、でも、あ、取られちゃったそう、こっちがテイルズだ。あ、でもテイルズも結構当たってるよ。81分の1で合成いいね。そう、青7のねリオンがすごいかっこいいよね。中央めっちゃ出てるよ。一撃3400枚だって、すごいね。あ、でもここ1列中央なんだけど満員だ。残念、打てないってことで、こっちに行こうかな。じゃあ、うん、バジリスクすごいね出てるね。エウレカも満員だ。あ、いいな、いいな、ヒョンマかっこいい、いいな、いいな、楽しそうで、さあ、エウレカもすごいね。みんな箱使ってるよ、満員だよ。化け物語も、化け物語の回数の力がすごいんだけど、ほら41回40回。ねえ、やっぱり最初にゆでねつけといたガロのライトメドルに行こうかな。ね、そうしよう。じゃあもう一回2階に戻ります。はい、ということで今日のダッシュマンはガロファイナルのライトメドルバージョンで頑張りたいと思います。ちょっと久しぶりに登場なんですけど、セブンナップが打てたので買ってきました。もうこういうイメージ、ブンブンブンという感じで、マカちゃん突入頑張りますあっし、あ、飲まないとね、まず一口よし、頑張ろう。ガロファイナルの私ライトミドル、これ打つの初めてなんですけど、ルールも全く一緒で、ただあの出玉の面、あと ST の回数と ST の確率が違うだけだからね。だからマックスタイプとね、ルール全く一緒でさ、だったらね、潜伏もないしね。今日の上限は500枚って決まってるから、あんな面白いマックスバージョンのガロファイナルとね、ルールが一緒なら面白いに決まってるじゃんっていうね。そう、今日ちょっとさりげなく宣伝でね来てきたんですけど、そう、今日ね着てるね T シャツがピーマート TV オリジナルのマーサ T シャツなんですよ。そう、ピーマート TV の忘年会で先行発売したんですけど、今後ねもしかしたら通販で売るかもしれないっていう。そう、それで私この T シャツ一足お先にその販売する前に1枚だけ頂戴したんですけど、もうなんかね、こう首の後ろにピーマート TV のロゴを入れてもらったんですけど、なんか曲がってるんですよね、私のほらミスかなまあいいや。そう、そういえば最近ずっと Go to Heaven の撮影ばっかりやってたから、バッシュマンがすっごい久しぶりな気がするね。 Go to Heaven はほら閉店ちゃんとして出てるから、そう、メガネをねかけなくちゃいけないんだけど、
今日ダッシュマンだから久々にメガネがない。そう、それで視聴者の、ね、方によくそのブログのコメント欄だったりとかに、マサさん絶対メガネかけない方がいいですよってね書いてあるのよく見かけるんですけど、そう、あの自分でもすごいメガネがね似合ってないのね、すごい分かってるんですよ。私がかけるとね鼻メガネになるのはね全然してるんですけど、そう、あのてんてんちゃんはね、そうメガネをねかけなきゃいけないという掟があるから、そうメガネをねいつもねてんてんちゃんの時はかけてるんですよ。そういうね理由があるんだ。嘘だ。しかもスーパーの方だよ。やかしな気がする。嘘だ。えい。あ、3つ。いきなり3つだよ。すごい。ちょっと期待してもいいかな。いけ。4つ。ってことは、次押せないんじゃないかな。えい。ほら、4つだ。でも暑いよ。あ、不安だな。あ、これか。冷やかしじゃないといいな。ほら青だもん。絶対これ通りすがりだよ。あ、でもマックスの時は期待しないけど、ライトミドルだからもしかしたら当てれるかもね。ちょっと弱いな、いろいろと。どうだ、いけ。ほら、冷やかしだね。ほらのさね。今以上の見せ場を今日出せる自信がないよ。もう一回出ないかな。だいたいね、あのね VFX もね当たるか当たらないかなんとなく分かるもんね。だからね、今のやつはね、全然ね絶対外れると思ってたから大丈夫、全然落ち込んでない。ただ手玉をゲットしないと皆様にプレゼントする景品が取れないから、それがねちょっと頑張らないと。頑張れ、優
かいろいろ足りないけど、うん、大丈夫、いけるいけるいける、あ、ダメかな、ダメかな、もうまたダメだった、もうやだね、やらかしだったね、もうせっかくの赤ホールだったのに、あーもうね、さっきもねすごいなんか惜しい演出ばっかりだよね、あと一歩っていうのが多かったな、赤ホールとかね、あと SFVX もういきなりね3つゲットできたりとかもあったのに、1時間の時間制限の前に投資上限の500枚を使い切ってしまいました、ごめんなさい、景品ゲットできませんでした、実戦終了です。というわけで本日の1時間500万円ダッシュマンとパチンコのガロファイナルのライトミドルバージョンを打ちまして、投資枚数が500枚の獲得した枚数という方枚数は0でした。もう本当にすみませんね、久しぶりのダッシュマンだったからすごい張り切ってね、頑張るってね意気込み入れたのにもかかわらずね、もうちょこっと中途半端に熱い予告2個ぐらい出ただけでね、当たりを引くことができなかった、もうすごい悔しかったので、次回またねあのガロのライトミドルはもう絶対リベンジしようって思いました。ってことでもう今日は皆様に景品をねプレゼントすることができなかったので、次回のダッシュマンはもう今日のね負けたこの結果をちゃんと反省して次回は頑張ろうと思いますので、次回のダッシュマンもお楽しみにしててください。それでは今日のチャレンジャーマーサでした。次回のダッシュマンもお楽しみに。またねー。